氷と炎の歌氷と炎の歌の世界氷と炎の歌の世界ではジョージ・ RR ・マーティンチョのファンタジー小説シリーズである氷と炎の歌の中に現れる架空の世界についてもべる小説に基づき HBO ドラマシリーズゲーム・オブ・スローンズが放映されている氷と炎の歌の物語はウェスタロスと呼ばれる大陸とエッソスと呼ばれる大陸を 主とした架空世界を舞台としている。物語には三つの主要な筋があり、次第に絡み合うようになる。第一は署名家によるウェスタロスの王座を巡る争い。第二は、ウェスタロスの国境となる巨大な氷の壁の北での異形王と呼ばれる脅威の増大。第三は13年前の内戦で殺された王の娘であるデナーリスターガリエンのウェスタロスへの帰還と玉座を求める野望である。 なお、ドラマシリーズでは内戦は17年前に起きたことになっている。ウェスタロス以外にも2つの大陸がある。巨大なエッソス大陸はウェスタロスから狭い海を隔てた東側に位置する。エッソスのウェスタロスに最も近い西部には独立した都市国家軍である自由都市軍がある。エッソスの南岸沿いはまとめて夏の海の土地と呼ばれており、奴隷小人湾や ウェスタロスの旧王家であるターガリエン家のイニシエの故郷であるバリリアの廃墟がある。エッソスの南にはソゾリオス大陸がある。黒い肌の人間が住み、ジャングルが多く、薬病がはびこり、ほとんど探検もされていない、ということ以外はこの大陸について知られていない。氷と炎の歌の物語は、主にウェスタロス大陸が舞台である。その広さは、 南アメリカ大陸にほぼ等しい。しかし、極度の低温と野人として知られる敵意に満ちた住民のために、極北の地は未踏のままである。北部は南部よりも人口が少ない。征服戦争の前は7つの独立した王国に分かれていたが、ターガリ園家の主権のもとに統一され、各領域はそれぞれ一つの名家によって統治されてきた。統一後も、 これらの領域はまとめて七王国と呼ばれる。七王国の社会は、封建社会であり、大将の領主が、支配地の領民から税を取り立てる。これらの領主は、各領域の支配的な名家に忠誠を誓う果たしとなる。以上の九つの領域が、いわゆる七王国である。正確に言えば、七王国とは、ターガリエン家に、かつて統治された土地を指し、大陸を指すウェスタロスと、 同義語ではない。七王国は大陸の大半を占めるが、壁の向こうの極北の地は、ウェスタロスではあっても七王国の一部ではない。ウェスタロスは何年も続くがその長さは予測できないという、不規則な季節に苦しめられている。氷と炎の歌の序盤において、ウェスタロスは10年も続く夏を満喫していたが、同じくらい、長く厳しい冬が来ると恐れられている。 7王国においては、結婚は、神聖なものであり、結婚によらない、死生児は厳しく差別され、高貴な生まれの死生児は、各領域で定められた生を名乗らされる。原作者は北部をスコットランドに例えているウェスタロスの北半分であり、ウィンターンフェルのスターク家によって治められている。北部は、他の6王国を合わせたほど広いが、人口は希薄である。雪が降り、 冬の気候は厳しい。ホワイトハーバーの街は繁栄した港として描かれている。北部の北の境はアリセン女王によって名夜のモーリットに永久に与えられたニューギフトであり、南北50リーグほどの幅で東西に広がる。ネックの湿地は北部と南部の境界である。ネックの沼地には小柄な古城生活者が住み、スターク家の旗種である。 灰色沼の物見城のリード家に収められている。狭く通行困難な土地であり、南高不落のモート競輪場も備えるがゆえに、この地域は自然境界であり、南部からの侵略に対する防衛線となっている。このため、北部は最初の人々の習慣を色濃く残す土地となった。北部に生まれた高貴な私生児は、スノー性を与えられる。その他の主な城は、 ボルトン家のドレッドフォート、スターク家の親戚である、カースターク家のカーホールド、トールハート家のトーレンズスクエア、アンバー家の最後のロバタ城、グローバー家の森林の小球城などである。鉄諸島は、ウェスタロス大陸の西岸沖の、鉄人の入り江にある高領たる七つの島パイク、グレートウィック、オールドウィック、ハーロー、ソルトクリフ、ブラックタイド、オークモントタイからなる。 これらの島の居住者たちは、ウェスタロス人からは、鉄人と呼ばれ、自らは、鉄諸島生まれと名乗っている。気候は、風が強く、冷涼で湿気が多い。鉄人たちは、明らかにバイキングをモデルとしており、その船は、ロングシップと呼ばれる、高速船である。パイクのグレージョイケが最上位の漁師家である。グレージョイケは、 征服戦争中にハレン暗黒王の決闘が耐えた、あと、鉄人たち自身によって選ばれた。エイゴン征服王の到来以前には、鉄人たちは、リバーランドとウェスタロスの西岸の大部分を占領していた。鉄人たちは、海上では有望であり、その海軍は、比類なき強さを誇り、西部及び南部沿岸への襲撃は、海の恐怖として恐るべき評判を今も保っている。 かつてアンダル人は、鉄諸島を侵略し、現地の人間と通婚した。子孫は、アンダル人の、七神聖教を信仰することを止め、敵心を信仰するようになった。鉄諸島の高貴な市生児は、パイク性を与えられる。主な城として、テンタワーズなどがある。トライデント下流域に広がる肥沃で人口の多い土地。ウェスタロスの9つの領域の一つではあるが、 8番目の王国となることはなく、他の王国の支配下にあることが多かった。西部、王室領、アリンの谷間、そして北部に囲まれ、自然障壁がないために、しばしば攻め込まれて戦争が起きた。物語の当初、この地域の最上位の領主は、リバーランのタリー家である。イニシエの川の王の没落の後は、様々な南部の王国に支配され、 エイゴン征服王による征服戦争の時には、鉄諸島のホワケのハリンアン国王に支配されていた。タリー家はハリンアン国王に背いて、エイゴン征服王を選んだ反逆者の貴族であり、その法相として高い地位を与えられた。リバーランドで生まれた高貴な死生児は、リバーズ星を与えられる。主な城として、リバーラン、シーガード、メイドンプール、双子城。 ハレンの王きなどがある。ほぼ完全に月の山脈によって囲まれた肥沃な谷。西はリバーランドに隣接する。アンダル人貴族の中でも最古の血統であり、エイゴン征服王以前には山と谷間の王であったアリン家に統治されている。その本拠地構想上は山の上にあり、小さくとも難航不落である。谷間への道は崖崩れと暗闇猫と、 山の民によって危険な峠道である。峠道は四人の機種しか通れない、細い道となり、谷間の唯一の入り口であり、二つの監視塔に挟まれた、みどろの門につながる。山に囲まれているため、谷の気候は穏やかであり、肥沃な平地と森を有する。山の雪解け水は凍ることのない急流、ありさの涙となり、豊かな水を谷間にもたらす。 肥沃な黒土と緩やかな流れの川と数百の小さな池がある。最高峰は5600メートルにもなる巨人の槍である。谷間で生まれた高貴な死生児はストーン生を与えられる。主な城としてガルタウン、ストロングソングなどがある。リバーランドの西、河川平野の北にある土地。かつて岩の王国の王であった。 キャスタリーロックのラニスター家によって治められている。この地域の人々は西部人と呼ばれる。西部には貴金属が豊富であり、これがラニスター家の富の源泉となっている。西部で生まれた高貴な死生児はヒル生を与えられる。ハイガーデンのタイレル家が治めるバンダー下流域の肥沃な土地。エイゴン征服王による征服戦争以前、タイレル家は カカンヘイヤの王であったガードナー家の失聖だった。ガードナー家の最後の王が火炎が腹で死んだ後、タイレル家はハイガーデンを英語に献上し、その報酬としてハイガーデン城とカカンヘイヤの最高位の漁師の地位を与えられた。カカンヘイヤの富と力は豊かな農業生産に由来する。五王の戦いにおいては、 バラシオン家と同盟を結んで食料をキングズランディングに運び込み、飢えた民衆を救ってタイレル家の評判を高める。ドーンとの境界地方は、カカン平野とドーンの国境の北側にあり、タイレル家に忠誠を誓う辺境の諸公たちが居住する。これらの旗主たちは、しばしば南部のドーン家の旗主たちと争いを起こす。カカン平野の最も重要な都市は、オールドタウンである。 果敢平野に生まれた高貴な死生児はフラワーズ生を与えられる。他の主な城としてアシフォード、ゴールデングローブ、ビターブリッジなどがある。キングズランディングとドーン海の間の領域。東はシップブレーカー湾であり、南はドーン海である。エイゴンの征服以前は嵐の王によって治められ、その後はターガリエン家の死生児に始まる家系である。 バラシオン家によって収められた。ドーンとの境界地方も領域内にあり、かつては嵐の王に征服され、その後はカロン家及び海の諸侯に収められている。ドーンが七王国に加わった前世紀までは、ドーンとの境界地方は、ストームランド、カカンヘイヤ、そしてドーンの間の戦場となることが多かった。ストームランドで生まれた高貴な死生人には、ストーム星が与えられる。 主な城として、イーブンフォールホール、レインウッドなどがある。ドラマシリーズで、ドーンのウォーターガーデンズのシーンが撮影された、セビリアのアルカサル宮殿ドラマシリーズで、ドーンのシーンが撮影された、セビリアのオスナ大学ドラマシリーズで、ドーンのシーンが撮影された、コルドバのローマ橋ドラマシリーズで、喜びの塔のシーンが撮影された、グアダラハラ県のザフラ城、ウェスタロス祭南部で、 最も人口起薄な土地。中心のサンスピアはドーンを統治するマーテル家の本拠地である。その郊外にはマーテル家の夏の宮殿であるウォーターガーデンズがある。ドーン辺境の高い山々から大陸の南岸までがドーンである。北にはドーン海があり、東にはステップストーン諸島があり、南の沿岸は夏の海に面する。ウェスタロスで最も暑い地域であり。 岩だらけで山も多く、乾燥した気候で大陸唯一の砂漠がある。だが、川の周りには、肥沃な土地が広がり、道路を居住可能な土地としている。内陸では、水が金と同じほどの価値を持ち、井戸は厳しく警備されている。主な城としては、デイン家のスターフォール城、マーテル家の最も強力な、旗手であるアイアンウッド家のアイアンウッド城などがある。 ドーン人は熱血さで知られる。過去にエッソスのバリリアから逃げてきたロイン人による大規模な移住があったため、ドーン人は文化的にも人種的にも他のウェスタロス人とは異なっている。男女平等の長子相続性など、ロイン人の習慣も多く取り入れている。ドーンは英語の征服王に抵抗することに成功したウェスタロスで唯一の王国である。その後、 征服戦争の一世紀以上後になって、通婚によって七王国の一部となった。これにより、ドーンは、ある程度の独立性を保つことになった。ドーンを統治する、マーテル家の領主は、ロイン人の習わしで自らを、プリンスあるいは、プリンセスと称する。ドーンに生まれた、高貴な死生児は、三度生を与えられる。ドーン人は三種類に分かれるとされる。塩のドーン人は、 沿岸に住み、ロイン人ンの血が最も色濃く残り、肌はオリーブ色で髪は黒い。砂のドーン人ンは砂漠及び川の沿岸に住み、肌はさらに黒く、スカーフを頭に巻いて、日差しを避けるがよく日焼けしている。岩のドーン人ンはロイン人ンの血が最も薄く、北の山岳地方に住み、肌は白く髪の毛は茶髪あるいは金髪であり、アンダルビと及び、 最初の人々の血を色濃く残す。乾燥した風土及びロイン人の影響など、ドームあとうまい野鳥の支配を受けたスペインをモデルとしており、ドラマシリーズのシーンもスペインで撮影されている。キングズランディングの周辺の土地は、鉄の玉座の王権によって直接統治される。王室領には、ウェスタロス最大の都市である、キングズランディングの他に、ロズビー、 ストークワースとダスケンレールの町などが含まれる。王室領はアリンの谷間の南、リバーランドの南東、西部の東、そしてカカンヘイヤ及びストームランドの北に位置する。征服戦争後、ターガリエン家の王たちは周辺の王国から人口規薄な土地を少しずつ集めて王室領を設定した。この領域はブラックウォーター湾を見下ろすところにある。 征服以前からのターガリエン家の領地であり、狭い海がブラックウェイター湾に入るところにあるドラゴンストーン島の土地も王室領の一部だと考えられる。ここで生まれた後期の死生児はウォーターズ生を与えられる。ドラマシリーズではマルタのイムディーナとクロアチアのドゥブロブニクでキングズランディングのシーンが撮影された氷と炎の 歌の物語の一部は、ウェスタロスから狭い海を越えた、エッソスと呼ばれる東の巨大な大陸と、島々からなる地域で起こる。狭い海は、ウェスタロスと東の地域を分けている。狭い海の北には氷に覆われた一辺島があり、南には灼熱の夏諸島がある。東には、エッソス大陸がある。エッソスはほぼ、ユーラシア大陸と同じ大きさであり、 その地形も気候も場所によって大きく変わる。西岸で目立つのはうねるように続く緑の丘、クオホールの巨大な森、ブレーボスやライスのように長く続く島々である。大陸の中央部にはドスラクの海として知られる平坦な草原と、その東には赤い土地として知られる不毛の荒野がある。赤い土地の向こうには翡翠海に続く瀬戸の傍らにクアースの町がある。 南はうねるように並ぶ乾燥した丘が目立ち、その気候は地中海性気候であり、岸に沿って夏の海と奴隷商人湾がある。エッソス北岸は新鮮海によって北極間と隔てられている。南岸の先、夏の海の向こうに、未踏のジャングルの大陸であるソゾリオスがあり、イーニア、ザメッタールなどの都市がある。遥か東には、アッシャイ、イティ、そして、 影の土地と呼ばれる謎の地域がある。ライス、ミア、ペントス、ブレーボス、ロラス、ノーボス、クオホール、ボランティス、タイロシュの9つの都市。これらの独立した都市国家はエッソス大陸西部の島もしくは大陸沿岸にある。自由都市の東側にある山々が西岸とドスラクの海の平原を隔てているが、ドスラクの民は山の間の峡谷を通って、 自由都市に来ることができる。自由都市の多くは、かつて古代バリリア衛生領によって建設された植民地であったが、バリリアの破滅の後独立を宣言し、その結果、これらの都市の言語は、高知バリリア語の派生語となった。自由都市は、ロイン川流域にも広がる。その流域は、ロイン川を母なる、ロインとして崇拝する、ロイン人の故郷である。 ロイン川の支流の源流は、ブレーボスとペントスの間のアンダルジンの故郷、アンダロスにある。ロイン川は、川族が島陰に隠れる湖を過ぎたところで南に、向かい、さらに支流を集めて、ボランティス付近の三角州で、夏の海に注ぎ込む。他の自由都市の霊商人湾は、ドスラクの海の南、ラザールの西、自由都市の数千リーグ東に位置し、夏の海に面する。 気候は過酷なほど暑い。ユンカイ、ミーリーン、アスタポアと呼ばれる三つの港湾都市国家がある。これらの都市は氷と炎の歌の出来事の数千年前にバリリアの公敵種であったが、後に滅ぼされた古代ギスカル帝国の瓦礫の中から建設された。現在の湾岸の住民は鉛のあるバリリア語を話す根結である。その経済は奴隷労働と、 奴隷貿易に大きく依存する。奴隷はしばしばひどい扱いを受けるが、市民は贅沢に暮らしている。三都市べてにおいて、職業兵士は、奇怪な装いと髪型をしており、戦闘の効率は犠牲にされている。実際の戦闘においては、三都市は奴隷及び、傭兵の別軍に大きく依存している。物語上で言及はされるものの、直接は登場しない地域。 その多くが、ウェスタロスから遠く離れており、名前以外はほとんど知られていない場所であり、未法薬の書籍、ザールド・オブ・アイス・アンド・ファイアにしか記述のない土地も多数含まれている。ウェスタロスの住民は、様々な宗教を信じているが、支配的な宗教は、七神聖教である。狭い海の向こうの土地でも数々の独自の宗教が、信じられているが、あまり詳しくは扱われていない。 ウェスタロスには人間が種として住むが、他にも3つの意識を持つ種が登場する体、巨人、森の子ら、そして異形である。犬、猫、馬などの通常の動物に加え、氷と炎の歌の世界には、野牛、大狼、マンモスなど、現実世界での更新魚の大型動物に類似した動物が登場する。ドラゴンやクラーケンなどの神話上の動物も登場する。 大型動物のうちでは、野牛だけが、ウェスタロス中で家畜として普通に見られる。大狼とマンモスは、極北の壁の向こう側の土地だけで見られる。クラーケンは、極めて希少であるために一般には、神話上の生物と思われているが、実際に存在している。氷と炎の歌に登場する、最も特徴的な植物はウィアウッドである。ソスペークマーチン、ケプラーン。 エスコディエスサイニングス。w e s t e r .org s o 2014年8月28日。閲覧。トルジェリアンヒストリー。w e s t e r .org 2010年10月20日。閲覧。デンジャラスウィメン収録の中編ザ。プリンセスザクイーンによる。ありがとうございます。